まさか経験人数一人ってことはないよな。ゼロです。でもキスはしたことあります。中西徹、共生大3年生。友達からは徹って呼ばれてます。今就活中です。慶城大の大谷です。共生大ってあんまり OB いないんじゃない？あの大谷ってやつと付き合って。私がどこ狙おうと誰の影響だろうと別にいいじゃん。大東広告にさ、うちの大学から新卒で入った OB がいるって聞いたんだけど、20年間でその人だけらしいぞ。 OB の荻野です。採用する側からすれば数回の合コンとかデートで結婚相手を見つけるようなもんだからな。振られた彼女を見返したいっていうか。不純な動機面白いじゃん。短い時間で相手を口説くには人を引きつける表現力が必要なんだよ。自分の好みのタイプくらい芝居じゃなくても答えられるでしょ。よろしくお願いします。だからゼロのお前でもなんとかなるかもしれない。